はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。聖剣伝説レジェンドオブマナ1周目が終わりまして、2周目をやっていきたいんですけれども、一応引き継ぎがね、できるみたいで、ただ引き継ぎを選ぶと性別が変えられなくて、今回はちょっと、女性主人公でやっていきたいので、ニューゲームで始めていきます。で、今回の方針としてはちょっとメインストーリーを追っていこうかなと思ってます。で、メインストーリーが3つあって、宝石泥棒編とドラゴンキラー編とエスカデ編で、最後のマナの聖域を出すためにはこのメインストーリーのうち1つをね、完全にクリアするというのが条件で、1周目に関してはドラゴンキラー編を終わらせてマナの聖域に行って、で、他の2つですね、宝石泥棒編とエスカデ編、特にエスカデ編全然進んでなかったので、今回はこの2つのストーリーを見ていこうかなと思います。で、一応動画の構成としてはちょっと編集しながらストーリー別でやっていきたいなと思いますので、まあ、宝石泥棒編を見てエスカデ編を、まあ、見ていこうかなと思いますので、まあ、ステータスに関してはね、進行状況によってちょっとバラバラになってしまうかもしれないというか、なると思うんですけれども、まあそんな感じでやっていきます。主人公は女性です。で、まあこれはね、武器初期武器だからね、とりあえず弓にしとく。で、名前、まあ、女性主人公の時は嫁でいきましょう。あ、マップね。そう、これ全エリアにさ、なんかランドマークが置けるのかなって最初思ってたけど、そんなことなかったね。もうこれだけで完結するから。で、ガチでやるときにはなんか海の少ないところ、水の少ないところがいいみたいなんですけれども、まあ、今回別にガチプレイじゃないんで、最初の方なんか真ん中でやったよね。端の方にしよう。ここら辺にしとく。適当に。で、この左上のやつもね、最初マナの種で物語が進んでくるとなんかどんどん成長していくっていう感じになってて、全然気づかなかったんだけどっていうね。ここも陸地が多いな。上の方にあれがあるだけか。真ん中の方に置きたいんで、あ、右にも海があるね。まあ、ここら辺でいいや。いいえ。マイホーム。で、基本的には、まあ、イベントはサクサク進めていきます。では、ドミナの街。まずはルリに会いましょう。まあ、これもね、最初見たけど、まあ、ルリ編なんで一応見ていきましょう。で、ニキータてか俺がいるとニキータ通れないんだ。そうなんだ。ちょっと置いてやるか。ちょまだ。通り込み中。何があったか聞く。仲間が行方不明。仲間のことを聞く。白いドレスに長く編んだ髪を垂らしている。一緒にその仲間を探す。助かるよ。なんかちょっと最初はあれだな。これを翡翠の卵。真珠姫の香りがする。急ごう。やはりこいつは変態だった。で、仲間になったか。よし、行こう。迷宮部の洞窟。
迷子のプリンセス。あれ、玉ねぎ剣士は別に話しかけなくていいのか。きらめきを感じる仲間、真珠姫。これ大丈夫だよね、あ、全然やんなくても。ダンジョンもサクサクいきます。右下右下右下、え、右下右下ってこっちか。で右、ほら、どうなの。 まずはとりあえず、あ、ちゃんとちゃんと戦闘しよう。あー、俺ピヨってんじゃん、経験値。ギュッ、すぐピヨる。やばい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 。あれ、最初ってこんな弱かったっけ俺。ここの洞窟少し遠目に作ったからな、家の隣とかじゃないから。道具か、いや、ルリちゃんやばくね。ルリちゃん何持ってるこれ。両手で持ってね。まだ倒してなかった。あ、くれくれくれ、レベルアップ。眠りの粉また出てくるか。ちょっと間合いを取ろう。弓早い気がする。なんか経験値、まずはちょっと経験値は重要。やっぱちょっと火力はないのかな、弓って。まあ安全だけどね。直線を合わせるのか、射線を合わせるのがちょっと難しいけど。2パクられた。まあいいや。で左下、ここは敵出てくるか。マタンゴがそれなりに経験値持ってるからな。で技は何もないよね。なんか1個くらい技を覚えてからボスの元へ行きたいんだけど。こいつなんかどこ行った。傘飛ばしてくんだ。ジュエンジさん、なんでそんなとこで撃つの。か、すげえ持ってる。レベルアップ。経験値と金はさ、なんか絶対落としてほしいんだけど。こいつ少な。3レベルか。あれ、こんなやついたっけ。真珠姫ならこの先で早く助けてやってくれ。何者だ。あ、こいつあれじゃん。君、こいつに関わらない方がいいよ。君が真にならないといいけど。お、真珠。あ、宝箱取れねえじゃねえかよ。ま、宝箱大したの入ってないからね。ちょっと近いよ。ヒルム、あ、ヒルムっちゃヒルムな。とりあえず連打すればなんとかないでかいから結構当たるな。やっぱ火力だな。あいつ必殺技使ってるぞ。お互いにげっ、雪だるまになってる。弓は必殺技あった方がいいね。そんなすげえはめられるって感じでもないし、火力がどうしても弱いから。ただルリを犠牲にしてここで撃ってるだけなんだけどね。俺の攻撃もルリの攻撃も当たってるよな。やっぱ火力少し少ないから仲間はいた方がいいな。最悪モンスターとかも鍛えた方がいいかな。でもここ必殺技の間合いを気にしなくていいっていうのが弓のいいとこだな。エリアルブレード、なんでさ必殺技に必殺技で合わすんだよあいつは。いや、こっちが必殺技打ったから敵は無敵モーションを利用して必殺技を打ってきたって感じかと思って。経験値くれ。和田さん、レベルを上げないプレイっていうのもあるみたいだけどね。スカイハイアロー、あ、そっか、範囲攻撃ができるからね弓は。
ルリ君、核は傷ついていないか？考え事をしていた。あれ、俺お姉様だけど、カバオ、これ関係ある？関係なさそうだけどね。じゃあな。ユリ展開が始まりそうだ、お姉様。石の目玉ランプ、まあ、ちょっとサブイベント的なのは見ないでいきます。では岸壁の町ガト、門前町、岸壁に刻む炎の道ナンバー2ですね。お腹が痛い。これ基本的に会話で終わったよね、確か。でも見ていきましょう。お腹が痛いとか、草人にそんなのあるんだ。あ、こいつがあれか、確か宝石泥棒だっけ。あれ違ったっけ、なんかわかんねえや。プープはこうか。ルーベンスさんも万能薬を欲しがっていた。ジーンも行ってしまった。あ、行ってねえや、暴れてるの。なんか1回目もこの下りやった気がすんな。行っちゃったみたいな。心を静める。そんなんで治ったら苦労しないよな。瞑想なさい、心を解放なさい。全ては心の持ちようです。何の役にも立たないな。ルーベンスだっけ、左のやつが。むぎゃ、この石の眠りについてしまった恋人って結局分かんなかったな。人を傷つけたくない。人ではない、草人っていうから人なのかな。心に希望の炎を絶やしたらとても頂上まで登りきることはできない。そうは思いませんか。別にそうは思わん。再びジーン、やや事件ですな。体当たりされた。サンドラ、そうだね、サンドラって名前だったね。サビと懐中プープを手に入れる。魔法都市の恋人、あれ魔法都市って あそこのこと。懐中プープは私がもらうけどいい。草人が死のうが恋人が眠ったままだろうが関係ない。やっぱり懐中プープを手に入れると草
草人は死ぬの。放っておいてくれ。輝きをなくした汚れた石に制裁を。殺しちゃうわよって殺すんだろ。命乞いしなさい。奇跡の座の住民、希望の炎。消えた。貴様か。貴様かサンドラさな。もう一度会いたかったリナ。てかさ、ボイド警部、怪我人ほっといて犯人捕まえに行ったのか。怪我人が先だろ普通。まあもうどうにもならなかったけどね。いやそうかもしれないけど、人の命が優先だろ。ルーベンスさんの核。やってやろう。任せなさい。では修験道、ここはパパッと抜けていきましょう。なんか一番左の奥から行くのが手っ取り早いみたい。私が直してあげるわ。こいつまだ天の格好してたんだ。サンドラ、こいつ消えられるからね。今回消えないんだ普通に。あ、カンクン町で逃げたってことね。お腹は痛くない。ジュミがまた一人殺された。数秘術の石板、サンゴの食材。岩壁に刻む炎の道、終わり。幽霊いた。やりましょう。波間に眠る追憶。まあこれも基本会話だけだけどね。進めていきます。入り江で兵士と話す。トーマ、沈没船のことを調べている。幽霊のことを聞く。幽霊は気になっている。帝国船のことを聞く。皇帝の秘密の指令を受けて港町を目指していた。10日ほど前に沈没した。何があったのか全くわからん。シーサイドホテル、慣れ慣れくしないでよね。幽霊のことを聞く。貧乏人は嫌い。ひどい。げっ、1個しか聞けなかった。ザル魚様、ルバーンシュじゃん。貸し切り5万ルク。5万ルク払っても女をものにできないとは、よほど魅力のないやつだな。
まあ見た感じ全く魅力ないけど、ボイド警部、ザルザかな。莫大な遺産を受け継いだ帝国船沈没した、幽霊、バカバカしい、しつこいね、ねちっこさなかなか見上げたもの。まだ何か聞きたいのか、ボイド警部。仕事できた、サンドラの予告状、青い瞳。青い瞳の子、衛兵トーマ、行ってしまった。レストラン海の幸、トーマ、幸四郎が海を舐めるから痛い目に遭う。あれ、なんかあいついね、左上に。一応イベントは終わらせたんだよね。踊り子にお熱、しかし燃やすことはできない。ザルザかな、ふざけた名前だ。待ちたまえ、これがもうすでに偽物か。こういうものです、ボイド警部。帝国船と幽霊、協力しませんか。何さんでしたっけ。トーマです。ラウンジ、取り込み中。帝国軍兵士トーマ、沈没船の原因を調べている。僕は知らない。大金持ちなんでってね、すごいね。ものすごい宝石を相続した、見せてくれないかな。青い瞳、海で起きた出来事を全て映し出す不思議な宝石。ひょっとしたら沈没船が、あ、沈没船が違う、帝国船が沈没した原因。私も見たい。これみんなに共有できるのがすごいよね。最強の核兵器の入手、ポルポタに手がかりがある。目的のためなら武力行使もやむなし。健闘を祈る。各自持ち場に。トーナ隊長、前方に海の魔女が現れた。心を強く持て、歌に聞き入るな。聴覚を遮断すれば大丈夫なのかな。海の魔女にやられた、なんだかかわいそう。ギョギョ、我々の死の真相、青い瞳を渡せ。幽霊走ってる。遺産なんかない、例の幽霊が持っていった。これ結局あいつさ、青い瞳は持ってたけど金に換えてなかったから、なんで金持ってんだ。波間に眠る追憶終わり。一応後日談的なやつ、せめて安らかに。今日ちそう出てきた。サンドラとか言ったらいい加減にしろ。トーマ兄さん、まさかトーナ。皇帝陛下の命、果たすまで死ねない。最強の核兵器を入手しろ。それは俺が引き継ぐ。お前は奈落へ行くんだ。できない。皇帝陛下は不死なり、死者を操る。これ何、帯となり。帝国でもお前みたいに死者たちが蘇っている。教えてくれ、何が起きている。ボーンドラゴン、すげえな、自分で帰ってこれんだ。
レイリスの塔。ここはがっつりダンジョンなんで、まあ、ダンジョン内部はね全部やると時間かかるんで、まあ、イベントのところだけ見ていきます。レイリスの塔、双子町の門、ホワイトパール、レイリス、ごめんなさい、ぼーっとしていた。洞窟ではありがとう、ユリ君とはぐれた。この塔に呼ばれてる気がする。行かないと。一緒に行こう。嫁、お姉様どういう状況よ運命の扉、運命の部屋。私は危なくなったら逃げてください。あなたが番人、教えてください。私、自分の過去が知りたい。この原理が全くわからん。ちょっと待って、とりあえず見て、ジャンプとくか。何、必殺技はめられないかな、弓は。ちょ、直線上に来たら嫌だな。待って待って、どこに来る。うわ、いて、30パーくらい減った。タイミング、これではめられはしない。あ、でも弓はね、安全は安全。ちょ、このうちに回復しよう。さあ、なんかランダムか。あと強い技をね覚えればいいんだけど、ちょっとはめられない分だけめんどくせえな。おお、待って待って待って、いきなり近代兵器みたいな銃使い出したんだけど、どっから持ち出した。なんだ、どうなってる。これは、おお、やられるぞ。的になったか。で、やつの攻撃が終わったら、ちょっと必殺技を打とう。チェンジアップ。これ距離がそんなに長くないからね、遅いし。当たった？お、当たった。どうなんだろうね、連打してた方がまあなんかダメージ稼げるからね、こうやって。経験値を渡さん、レベルアップ。怖かった。あれ、核が。真珠、いろいろ思い出そうとした。すまなかった、付き合わせて。行くぞ。何か思い出せそう。もう少しだけ。わかった。真珠姫を塔の下まで送ってやってくれ。何かしたらお前を殺す。少しだけ雑魚を掃除してやる。真珠姫に無理をさせんな。よろしくお願いします。帰ろう。あれ、どこまで進めばいいんだっけ。帰ろうとすればいいのか。今の何、洋国城
宝石泥棒、会いたかった、貴様の核奪わせてもらう、輝きを忘れたステイシー制裁を、ジュエルビースト、遠距離から戦おう、やっぱりこの3発撃った後に隙が出る、しょうがない、ヒル位置もそんな高くないしね、ただ近づいてこないな、こいつ、あの体がでかいと当てやすい弓、小さい敵だとね、この射線に誘い込むのがちょっとめんどくせえ、ゲート押しにしてきたら結構減るし、どれだけ敵を動かせないかで、ね、コッツはこれだから必殺技みたいなの使ってこないから楽だな、必殺技使われるとさ、もう無敵モーションに入るからさ、それが厄介なんだよね、終わった後もなんか一定時間無敵だしってか、真珠死んでしまう、やらせはせん、やらせはせんぞ、終わりだ、ジュエルビースト宝石へと帰る、ガガッ、和田さん、強いパートナーに真珠姫、なぜ私たちを殺すの、その胸の核に聞いてみなさい、また会いましょうお姫様、なんで毎回上に逃げんの、レイリスの塔なんだから下に逃げないと帰れなくね、ルリ君は仲間を探している、新しい仲間が姫だったらルリ君は、そしたら私は一人、仲間なんて見つかなければいい、また怒らせちゃう、嫁お姉様、よろしければ、解けない心、お元気で、ホワイトパール終わり。